リーさんが来るってなった時に、石塚さんって、リーさんが監督が来るって時、どんな風に思ったんですか？めちゃくちゃ嫌でしたよ、そんな。でしょうね。でしょうね。なんでだよ。でしょうね。いやでもこのエピソードは多分ね、お話ししてるけど、はじめ、なんか、チームがリーさん来るっていうのが多分、チーム主導がだいたい1月ぐらいなんですけど、多分年末ぐらい、年末ね、11月ぐらいにリーさん来るって話来てたけど、僕なんか契約す、なんか契約でリーさん来るからリーさんはまあ、あいつがいらないよ、どっか出せって言ったけど、僕は出、まあ僕、ベルディしか、受け持ってくれるとこいなくて、石塚さんを僕ないと思いますけど、ね、僕いや僕の生活 10年やってたんですけど、うん、3ヶ月ブラジル、3ヶ月フロンターレ、3ヶ月名古屋、3ヶ月、うん、どこだフロンターレブラジル名古屋、うん、ただ札幌かな、うん、全部3ヶ月でクビになってるんですよ、うん、クビベルディだけ10年いるんですよ。なんでか、なんかそんな感じで、ね、リーさん来るっていうので、いや、これやばいなって言って、一応探してくれっていうのを言ったけど、どこもなかったんで。残るしかなかったんですか？で、残るしかなくて、もういやいや、うん、でも絶対あかんやろとはいう話をしてたんですけど。みんなと周りと？いや、周りってか、その、あのクラブの人とも言ってたけど、でも結局なかったんで、うん、行くしかなかったんで、うん、でそういう当日、リーさんの初日の、あったんですけど、うん、初日のミーティングであって、うん、全体ミーティング、まあ、あと選手とスタッフとか全員いる大会議室で、うん、で、リーさん入ってきて、リーさん一言目に、あれなんで石塚いいんだおかしいよねちょっとお前、どっか行けよみたいな感じになったんですよ。ですよね。いや、僕も、そんなか、いや、ええー、と思って、で、その後、全員何十人でしたっけ？何十人待たして、うん、横の会議室の横の監督室行って、リーさんと僕で、うん、お前なんでいいんだよ。いや、僕もそんな恥ずかしいからカッコつけて、いや、そんなん、だってチームが探してくるから契約してくるからいるしかないでしょ、みたいな。俺は呼んでねえんだよ、うん、出ねえよって言って、帰ったんが初日でした。その後僕は、部屋で三角座りでずっと3日間ぐらい落ち込んでて。嘘ほんまですか？いやそれで、クラブとか一回来るか来るか来おへんかっていうので、一、うん、回、ちょっと僕もね、まあ正直な話、自信じゃなくて、ちょっと当時何歳かな、20何歳まで恐怖があったんで、うんうんうん、人生の。でもこれやるしかないけど、カッコつけて、あ、出ていくわー言ったけど、やっぱりね、うん、二十何歳の少年が部屋にこもってたら、ちょっと怖くなって、うん、どうなってやろうと思って、うん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 、で、なんかクラブからちょっと一回来いってなって、で、4日、5日後ぐらい行って、うん、リーさんもそういうちょっと、お前全部俺の言うこと聞くならやらしてやるよって言って、よし、ちょっと一回、じゃもうちょっと優しく言ってください。戦ってみようかなっていう時に、うんうん、で、やり始めたら、あれおもろいやん、この、面白いなと思いながら。でも、うんうんうん、この電波やからって直接言ったら殴られそうやから言わへんけど、リーさんもあれ、うん、僕にふっかけてたんですか、あれ、やっぱり。こいつ、俺に来るなって思ってたでしょ、リーさん絶対。うん、そうじゃなくて、それちょっと最初の話がちょっと行き違いがあると思うんだけど、まあ、ミーティング、全体ミーティング、大会議室で、ベルディは一つ椅子が50万ぐらいの椅子が40個ぐらいあって、会議室に。それは素晴らしい会議室なんだけど。うんうん、そこで、あれ？僕が監督引き受けるときに、全部チームを作るわけ、編成をしたときに、石塚は出るっていう前提で、組まなきゃいけなかったっていうのがまずあったんで。うん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 、で、チームとしてはもう出るだろうというんで、うんうんうん、で、石塚が残るっていう前提がないんですよ。で、会議室最初のミーティングしたときに、うんうん、石塚くんがいるんで、あれ、なんでいるのと、うん、ちょっとこれ進められないから、うんうん、あお前、出ていけとかそんなこと言ってんじゃなくて、ちょっと俺の監督室で待っててって言っただけの話で、うんうんうん、それが出ていけと待っててとは違うじゃない。あ、そうです、そうです。でしょ、俺出ていけとなんか言ってないのにさ、うん、だからまた俺の評判がこれでガタ落ちるんだまあでも多分そういうリーさんの怖い顔で詰められたら多分
あの、頭の中そう認識しちゃうんですよ。出ていけになっちゃうんですよ。だから、だってちょっと、だから、石塚刑事個人の一つの問題っていうのは契約を、その、きちっとしてなかったんで、契約をしてない人をトレーニングして怪我させたらどうなんですかって問題があるんですよ。なるほどね。保有権が球団にないのに、だから本人にあるんだけど、財産じゃないですか、選手って。だから僕は趣旨一貫して、選手は財産だと思ってるから、球団の財産だと思ってるから、僕がとやかく言うことはないんですよ。だからまあいずれにしても石塚刑事が残るっていうことになって、一緒にやるっていうことに決めたときから、今度石塚と他の選手たちがきちっと調和ができる。でつまりそれはなんで君っていうところでやってきて、だん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 波長が合ってくる。で時にあうんの呼吸になってくる。だから、ちょっと入り方が、正確に言うと、石塚は新年度はもう出ていく前提だから、違う形でチームを作らなきゃいけなかったわけ。だから小林義行を中心のチームを作るっていうことを決めたわけ。で、ブラジル行っても、石塚がもうヴェルディにいない前提のものを見ていかなきゃいけないわけ。まあ、選手を取るみたいな、ブラジルね。そうそう。で、その時に、石塚だけじゃなくて、例えば、とても驚いたのは、その、中澤裕二って選手が、書類上上がってきてて、僕は西がやって清水商業、筑波大学出た。で、あの、グランパスに行ったり、どこ行ったりって選手が、まあ、センターバックでちょっと使えるかなと。本当は土屋って選手を使いたかった。うん、そうですよね。だから、いろんなことがあるんだけど、ね、うん、いろんなことがあって、だから、その、西谷が僕の期待に応えるまで上がってこれずに、そうしたら、あれよあれよという間に中澤が出てきたわけですよ。次に石塚も、あれよとあれよという間にね、みんなと調和が取れるようになって、チームとして機能してくれるわけですよ。で僕らには基準があるわけ。決まり事があって。で、石塚は、こう見えて、決まり事に対してすごく従順に従うんですよ。もちろん納得してるからですよ。納得して、なぜお前そこ出すのと、こっちもあるじゃないのと、どっちがスピード上がるとか、なぜ足元出したのと、それはあいつから遠くに出してほしかったんだろうって、サッカーってのは一つのボールで合言葉になるように僕は作り上げる人だから、石塚は多分その明確な答えを知らずに、多分相当それが面白くなってきた。北沢もそうだけど。ああ、北沢と僕は思う。ね、だから北沢くんなんか必死なわけよ、僕の基準に達成しなければすぐ変えられちゃうっていう危機意識の中でやるし。だからもうベテランですけどね、相当ね。関係ない、うん。ベテランも何もない。基準がクリアできなきゃ、あれ、そのタイミングで出すと違うだろう、つまりそんなところからゲームっていうのはほつれてくるんですよ。だから石塚も、ほぼ完璧な状態でゲームに、脳みそ的にはできるようになってくるんだけど、今度フィジカル的にいろんなとこが壊れてるから、すごく大変な選手なわけよ。90分まともにフルパワーでできる試合って多分、彼、何回できたんだろうかと思う。そうだ、そんなだったんですか、本当に。ボロボロだもん。僕、ほとんど、あの、子供頃サッカーしたことないんですよ、ちゃんと。山城高校もただの公立なんで、あの、グラウンドを4分の1で、野球部とラグビーでやってる。で、定時制も来るから、30分、時間弱しかサッカーできないんですよ。そんなもんですよ、山城って。なんで、僕、長いことサッカーやったことないんですよ、多分。多分、プロの中でも多分一番僕、サッカー時間短いんじゃないですか、多分。サッカー自体好きなんですけど、ちゃんとした練習をやったことない人なんで。高校時代走れっていうのもなかったんで。たまに会った時はもう走るかって言ってサボってたひような人なんで。でもまあそれでプロになれちゃうからやっぱりね、また違うやろうけど。いや、それで体がぐだぐだなって思ったんですよね。そこでプロになって。体がもう、まあプロになる選手じゃなかったですよ、僕は多分。体ができてないんで。いやいや、そうじゃなくて、それは読売クラブというか、ヴェルディが、ちゃんとあなたたちをコントロールできなかったっていう非常にお粗末な球団だったわけだよ。だから僕が立て直しに入っただけの話であって。だから、まあ、
僕と石塚が15、6にあったから、彼はあのヨーロッパでも活躍できた選手だったろうと思う。うん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 、そんなのもう、どうにでもないけどね。戻せないけど。僕はリーさんと会って、リーさんって、リーさんが一番発した言葉で何が多いって言ったら、なんでって言ったんですよ。なんでだから、なんでそれはそうなのって、なんでそれはそう思ったの、うん、分かってやってるのとか、リーさんに、そのな、やっぱリーさん今、なんでとか、ちょっとあの時のことをデジャブに思い出して、懐かしく。なんで一日中、ほん、たぶん、80% ぐらいなんでって出ました。ずっとなんでなんでって。でも翌日また楽しくなんだもんね。それが理解してきて、噛み合ってくるとね。そうですね。だから、うまくいったときに、僕はちょっとすごい印象的なのが、うん、ちょっとリーさんとあんまり仲良くない初めの頃に、リーさんのやり方と違うサッカーを僕はやってもって、うん、で、実際は別に3人ぐらい抜いてシュート決めたんですけど、でもリーさんは、なんでそれをしたのっていうのが、ちょっと僕は、いや、だって、相手下手やから抜くしかなかったでしょじゃなくて、っていうことを考えされてる、うん。で、今まで、ね、そういうなん、思ったことなかったんですけど、うん、そういうなんで、なんでなんで、あ、こっちの方が、ええやろええやろって言われたんで、ああ、おもろいなぁと、僕は思いましたね、ギャグ、そういう面では、すごく、うん。今までそんなん、なんでって言われたことなかったんで、うん。じゃあ3人抜いたらシュート入れば OK だったわけですよ、それまではね、基本的に石塚さんの個人技でね。まあ僕のその草サッカーレベルの考えでは OK だった。草サッカーじゃないですけどね。でもリーさんはそうじゃなかったってこと、そこに関して。なんでって言われたわけですよ。で、石塚さん答えられたんですか、その時は。いや、僕もそら、いや、けど、もちろんそれはそれでリーさんももちろんええけど、うん、こっちとこっちも見えてたとかみたいな、なんでこっちこうやってこうやってこうやってたやろって。けど別に、うんうんうん、まあ、抜いたは別に入ったらええとはリーさんとか思ってたはずなんですけど、やけどそれ、全部選択権分かった上でやってたか、みたいなことを、一個なんちゅうのか、なんか、ところで、例えばここ見えてた、この状態でこれやったらこっちの方がええやろ、こっちの方がええやろ、こっちの方がええやろ、それ分かった上でやってるかってことを、リーさんは逆に僕になんか、ええよ、3人抜いてゴール決めたら、メッシ見たらええやん、おお、いけいけとはリーさん思うんですけど、その前に全部見えてたかみたいな、お前っていうのを確認してくれたのが、リーさんやっぱり、あ、よう、サッカーしたはんなとか思って、いや、見たは、俺の見てるところ、よく言葉でわかるなとは僕は思ったのが、リーさんすごいなっていう。その時に僕はリーさんに乾杯した日ですね、あれは。リーさん覚えてますそれ、その試合。まあ。いや、練習ですよ、ただの練習です。ただの練習です。練習の、やっぱりね。うん、チームっていうのは、いろんな環境で育った人たちが良いどんで集まったときに、うんうん、言葉の統一とか考え方の統一っていうのにすごく時間をかけるんですよ、僕は。うんうんうん、だ今、あの、石塚が言ったのは、まあそういうことで、例えば3人来たら、うん、ね、1人に3人来るってことは、何人の味方に空いてるんだっていうことにもあるわけですよ。だから抜いちゃいけないとか抜けとかっていうんじゃなくて、本人が選んだ選択肢だからそれは認めるわけよ。うんうんうん、だからみんな見えてたかとか、うん、じゃあ今度は角度のないシュートで、角度のないところでシュートをしました。入りました、うん。でも真ん中にフリーのやつがいたのかわかるか、こういう話なんですよ。うん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 、だから定説は定説って、基本は基本っていう意味で、うん、だけどお互いに基本の中で裏切りながら試合をするわけですよ。裏を書くっていうかね。うん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 、だから、そういう意味では、今言ってる話っていうのは最初の入り口のとこで、うん、お互いのその周波数を合わせてるわけですよ。うんうん、考え方の思考をね、うんで。僕はそれに一番多分日本でうるさい人なのね。うんうんうん、つまり芸術家だから、はいリーさんすみません。はいはい。はい、どうぞ。リーさんすみません。どうぞ。やっぱりそれ、リーさん多分僕に言ったんじゃなくて、僕のその周りに言ってるんでしょうね。多分。うん。多分。かもしれない。僕に伝えるのはどうでもよくて、その統一化っていうので、うん、リーさんは僕に対して言うことによって、うん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 、っていうことですか、リーさん。すみません。
いや、だから一緒一緒。だから、要は監督っていう仕事はね、こういう映画を作りたいんだと。ここでお客さん泣かせたいんだと。皆さん俳優なんだから、ここはこういう顔しようじゃねえかと。あなたの顔もいいけど、こういう表現使ってくんねえかっていうようなタイプだし、もう一つは、僕が指揮者として、ベートーベンの曲は、ここはもっとでかい音出してくれ。あと20秒出してくれよ、みたいなさ。でも、あなたが楽団員としては、いや、リーさん、この方がいいんちゃいますかって、それもわかるんだけど、このベートーベンの曲は、今回これでいこうよと。ウィンフィルうならしちゃおうぜとか。なんかね、監督って仕事ってそういうことなのよ。だから、どれがいい監督か悪い監督は、まあ、ともかく置いといて、僕は選手が、もしくは監督が一体となった価値観の中でゲームをする、それができたときが、なんともいい快感なんだね、これが。オーケストラですよね。そうだね。だから試合ってすっごいいいプレーして負けちゃうことがあるんですよ、それからとんでもないゲームして勝っちゃうことがあるわけですよ、これがスポーツっていう世界だから、勝ったから褒めるとか、負けたから叱るとかじゃなくて、僕らはそういうことを眺めながら、何年経ってもこんな会話ができる、これは豊かさじゃないですか、人としての。僕は今、日本が必要なのは、人と人の豊かさだと思うのね。つまり会話力とか、一緒にサッカー見て、また4年間ずっとこんな話していこうぜと。でも明日仕事あるから、じゃあ帰るな、みたいな話でさ。サッカーってのは、だからコミュニケーションだと思ってるんだね。だから石塚さん、文化ね、よく喋ってるよ、今日、すごく。頑張ってるよ。いや、文化ですよね、と思って。いや。あのさ、桜井いいんじゃん、桜井。大宮東レッツ、ベルディに来た。あんな天才なやつが世の中にいたと俺知らなかったわけだよ。いや、そうですよね。あいつなんて使いようで、なんで、あいつも、ちょっと、あいつにとってはもったいないですね。もっと。あいつなんかさ、ヨーロッパでもできる選手は1メーター63センチぐらいしかなくてさ。早いだけで。速くてうまくて、ただキックはダメだけど。いや、だから、いい選手っていうか、可能性のあるやつは世の中5万といるんだけど、俺は石塚と出会ってよかったなと思うのは、石塚のサッカー人生の中で俺と出会ったことによっての、なんかサッカーに対するいい印象が持っててくれてよかったなと思ってさ。だから、サッカーで悪い印象で離れちゃうやつもいるけど、いい印象で一緒にやれたっていうのは、俺すごくいいことだと思うんだよね。俺と関係ですね、多分。なんだよ、その出てくるんだよ。あれは監督じゃないからいいじゃねえかよ。あれ監督じゃないですよ。あれはコメンテーターですよね。そうそう。いやー、そのなんでがフジテレビが使おうかなというのは、それがテレビ朝日、テレビ朝日。いやー、よくないなと僕は思いますよ。でもそれがこの国の、日本国の実情なんだよ。今回、違うほな、タカスさん、ほんなら、スペインが何で負けたんですか、今回。いや、もう僕はもう 9番おらんからですよ、絶対に。いや、ゼロトップ政策。ブラジルもそう。9番がやっぱり何も考えて9番おらんじゃないですか。だって、ネイマールにみんな気遣って、だって、やっぱ9番いる、ブラジルって必ず9番で勝つんですよ。ペレでしょ、ロマリオでしょ。まあ、ロマリオは11番やけど、9番いないと勝てないんですよ、最終的に勝負は。やっぱりゴール決めるのはそれってこと？絶対そうでしょ。まあ、せん。いや、多いでしょ。いや、さす。だって、クロースがいたら、ドイツは多分勝ってますよ。クロース的なやつが誰かおったら。おらんよ、あのチーム。すいません、ちょっと、兄さん、いや、空いてますか？空いてるよ。俺は、エンリケの映画作りの失敗だと思うよね。だからブラジルも父の失敗だろうと思う。で、それが一番簡単なのよ。だから森保もベスト8に入れなかったんだから、選んだ側に問題があるわけで、でもドイツとスペインに帰っちゃったから、なんか大変なことになっちゃったみたいな、あれ
まあ、よくわかんないなと思って。どうだ、リーさん。リーさん的に次の監督誰にやらせたらいいんですか。日本人の数少ないダメなやつを選ぶと誰かす。やっぱり松木安太郎がなんかにやらしちゃってさ、あといいコーチを置くしかないんじゃないの。俺それリーコにいいですかね。まあそれでもいいけどさ、松木はとにかくマスコミ対策とその主婦たちにやっぱりいい笑顔をあいつが渡してさ、あとは現場はこっちでやるからお前酒飲んでていいよみたいな話で、それが一番いいコンビなんじゃないかなと思うんだけど、もうとにかく間違いなく日本は世界はサッカーやってんだけど、日本は単に単に高校サッカーみたいに勝負勝負勝負で、うん、マスコミが、うん、だから日本がサッカーが野球化されてきつつあることに僕らは危機感を持つわけよ。うん、でも野球はとはいえ大谷君とか出してますからね。あ、人作りはね。うん。あれは大体ブラジル的な話で、お腹で大谷翔平が生まれてきたわけであって、野球界があいつを育てたわけじゃないじゃない、彼を。そうそうそう。でも、東北からやっぱり田中マー君にしろ、やっぱり出てきてるっていうのは、野球どころである、その、いわゆる、旧来野球文化の関西じゃないんですよ。田中マー君かん、あれでしょ、関西じゃないの、生まれ関西ですけど。菊池コース。いや、マー君も生まれそうだけど、高校そう、北海道じゃないですか。で、菊池もそうだし、大谷もそうだし、いわゆるその高校野球のヒエラルキーの、うん、PA とかからじゃないんですよ、全部。だから、やっぱり野球界も実は変わってるのに、サッカー界がまた戻ってるところはありますよね。それは、そういうふうに言えるかもしれないね。どう、石塚どっか行っちゃったの？寝たの？寝ます。おー、ね、眠そうじゃねえかよ。いや、シャキッとせえ、シャキッと。試合だぞ。ちょっと酔っ払いましたよ、あんなもん。でもね、石塚さんおもろいわ。俺も結構今ちょっと酒作りに行ったんだけど、ちょっと一瞬。いやー、もう酔うしかないでしょ、あんなもん。いや、すいません。リーさん帰ったから。もうリーさん帰っていいよ。すいません。リーさんすいません。全然謝ることない。酔っ払うしかないですよ。すいません。いや。でもちゃんと石塚さん遊び行くから、俺ら。ああ、どうもお願いします。お願いします。俺も行くぞ。リーさん、無事だよ。まあ、石塚刑事はね、酒飲んでね、すぐダウンするんだよ。すいません。リーさんって、リーさんむっちゃ強いですよね。俺も飲みますけど、リーさんも二人で。いや、俺はね、あの、神戸製鋼のラグビーの選手と酒飲んで、朝の4時まで飲んだことあるけど、あいつらも強いけど、あいつらも俺のこと言ってたよ。先輩も強いっすね、って言うからさ。いや、寝ちゃうんすよ。もう寝ろ。すいません。息子さん、ね、大丈夫ですよね。俺らは別にこのままなんで。僕はでも、長州力と飲んでも平気ですけど、リーさんの飲むのが結構タフかもわない。長州力と飲んでたね。うん。マジで大変かも。これはさ、お酒がこんななくなってきちゃったよ、半分以上。俺ずっとストレートだよ、ストレート。ほら。いや、俺、安城洋次とも飲んで負けなかったですけど、リーさんの飲むと結構、だ、安城洋次と俺とリーさん多分みんな互角ですよ。長州さんも全部多分。ほんとこれはクロアチアとブラジルみたいなもんで、結構誰が勝つかみたいな。あった。まあ、石塚刑事さんも日本に帰ってきてみんなで一回飲めば面白いんだけどな。もうまあ、まあ、またなんか出てもらいましょうよ、なんかね。あ、また刑事一回やろうよ、この時間ぐらいで。ああ、うっす。兄さん、ブービーってわかります？知ってる。あいつとブービーこそ、いわゆるベルリーの申し子で、有名じゃないけど、むちゃくちゃうまいやつだったけど。だから、ブービーはガビだよ、ガビ。いや、そうです。バルセロナのガビ。うんうんうん、おー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 おお。ペドリは僕だよ。僕リーさんのプレイ全然見たことない。すいません。リーさん。だから全体をそこ笑うとこじゃないと思うけどな。いやいや。リーさんがそういういきなり世代も違うので振るから。いやそれ世代違うじゃん。え、誰？ちょっと